それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日2歳児クラスでは身体測定を行っていきました。つぼみさんは特に身長を測ることも嫌がることはなく興味を持って行ってくれました。その中で、あるお友達が、先生が大きくなったねとお話ししていたのを聞いて、自分も大きくなったねって言われたかったかなと思うんですけど、そこで自分が測る時になってちょっぴりこう背伸びをしているっていう子がいて、ちょっと自分の身長を持ってこうその姿も可愛いなって思いました。その身長体あのを測っていく時にみんな結構大きくなっていたので、その大きくなった姿を見ることができてとても嬉しくなりました。またあともう1点あるんですけれど、2歳児クラスでアユベ体操も毎日やっているんですけれど、とってもつぼみさん大きな声で行っていますし、隣から聞こえてくる双葉組さんのお声もとっても元気でとても嬉しく思っています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。